今回はグランドトリックに挑戦したい、グランドトリック上手くなりたいよって思っているあなたにおすすめのスノーボードのちょっとした小技をお伝えさせていただきたいなと思います。はい、この動きを練習することによってスノーボードの、ね、板さばきが上手くなりますので、おのずとスノーボードのグランドトリックをやるときにいろんな技に、ね、応用効くようになります。ぜひ、ね、まず真似してみてください。そしてできないなこの動きっていうのを見つかったらできるようになるまで練習してみてあげてくださいね。はい、では、ね、簡単な順番から、ね、お見せしていきたいなと思います。はい、まずはこれです。逆エッジを軽減するための動きになるんですが、ターンをしていたらその流れの中で、はい、くるくるくるって回れるようになりましょう。はい、逆サイドもです。反対側もくるくるくるって回れるようになっていきましょう。はい、これね、実はめちゃくちゃ大切な動きとなります。次の動きいきます。次の動きは、はい、トラバースジャンプっていうのをやります。トラバースっていうのはゲレンデの横切る動きです。横切りながら、はい、ジャンプ、エッジに乗ったままジャンプをする動き、これね練習してあげてください。そしてトラバースするときは必ずね後ろから人が来ないかどうかね確認してやりましょう。先ほどかかとが、今度はつま先側です。つま先側もジャンプジャンプジャンプ、はい、このトラバースジャンプはエッジに乗った状態でまっすぐ滑っていったまま、ジャンプをして着地をしたところもそのね、まっすぐ行ってるところに着地するようにね意識してあげてください。これをすることによって軸を整えてジャンプをするね、エッジに乗ったまま、ジャンプをする、感覚をね磨くことができるようになってきます。はい、次は、はい、スイッチです。はい、反対向きでね滑れるようになっておきましょう。ね、何気にこれ難しいですよね。はい、これねしっかりできるようになっておいてください。スノーボードスピンを練習するとき必ずスイッチになるタイミング出てきます。スイッチが怖いなと思っていたらそもそも着地ができませんからね、スイッチある程度滑れるようになっていきましょう。はい、次の動きはサイドスリップです。はい、これ何気に安定してこういう同じスピードでサイドスリップできる人って少ないですよね。これが足裏感覚と呼ばれる、グラトリするのにとても大切な動きになっていきます。グラトリって結構ねこうやって板を横に滑らせながらやる動きっていうのがね、多いんですよね。そんな時にこのサイドスリップでまずは足裏感覚、このエッジを逃がしながら板を滑らせていく感覚っていうのを磨いてください。これつま先側もかかと側も同じです。これを練習してあげましょう。そうすることによって、あ、なんかバタートリックって言われるね、板をね、プレス系の技とかそういうのがね、やりやすくなっていきます。次は、はい、サイドスリップの応用です。スピードをつけたとこからサイドスリップをしていって、そしてじわーっと止まってあげる。これやってあげてみてください。さらに足裏感覚磨かれていきます。同じくかかと側やったので、次は、はい、つま先側でじわーね、はい、やっていきましょう。ガッガッガッってなっちゃダメですよ。じわーってできる感覚ね、これ磨いていってください。次、これ難しいです。同じサイドスリップなんですけど、サイドスリップから今度は急ブレーキ、はい、今のように急ブレーキかけれるかどうか、これねめちゃくちゃ大切になります。なぜかというと、今のこのサイドスリップから急ブレーキをかけれるってことは、例えばノーリースピンのねかかとのエッジで足場を作るときとか、この感覚必要になってくるんですよね。これ結構できない人多いですね。これ逆側もやりましょう。はい、つま先側のサイドスリップで急停止ね、はい、こういう感覚を磨いていく。そうすることによってエッジでしっかりと足場を作る感覚っていうのをね磨けるようになっていきます。ぜひ練習してみてください。はい、次です。サイドスリップの応用ですよ。またスイングサイドスリップ、軸の移動をかけながら前足後ろ足って軸の移動をかけながら腰のひねりも入れながらサイドスリップしていく、ね、そうするとエッジを逃がす足裏感覚と上半身をひねる動き、さらには軸の移動、ここまで練習できますよね。特にグラトリではないですけど、こういう風にして急斜面を降りるだけでも練習になります。逆側もやりましょう。はい、逆側もこのように腰をひねりながら軸を前足後ろ足で移動していきます。見てください、軸が前足後ろ足にずれるような動きになります。前足後ろ足、前足後ろ足、はい、こんな動き、はい、逆側も前足後ろ足、前足後ろ足、はい、このようなね
動きを練習してみてください。そうすることによってグラウンドトリックで軸の乗せ替えにさらにひねりを加えた動きなど、こういう動きに、ね、役立つようになっていきます。何気ないこういう動き、実はですね、板さばきめちゃくちゃ上手くなるんですよね。ぜひやってもらいたいなと思います。そしてちょっとね、シャドウがあるんで、これちょっと難しいですけど、やってもらいたい動きがあります。何かというと、斜面をエッジで登るっていうやつです。はい、何をやるかって言ったら、斜面でかかとのエッジで、まずこれ立てるようになってくださいね。斜面でかかとのエッジで立つこと、これ大事ですよ。はい、でそこの状態で、そこからね、ジャンプ、軽くジャンプ、斜面でジャンプできるかどうかで、ここからが難しいです。何をやるかって言ったら、斜面に対してかかとのエッジで登る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 、はい、この感覚磨いてください。この感覚ってさっきやったサイドスリップからの急ブレーキの応用なんですよね。この急ブレーキをする、この感覚の力を使って山を、ね、登っていきます。なのでこれができるようになると、ノーリーフロントサイドスピンの、ね、足場の作り方であったりだとか、アンディのかかとのエッジの踏み切り方が学べるようになっていきます。これ逆側も必要です。はい、つま先側でまず斜面に立つ、そしてつま先側でジャンプで、ジャンプするとつま先側のエッジで軸を作る練習になります。で次はそれを使ってつま先側で山を登る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 、はい、こういったね、繊細な感覚を磨いていってください。今回はグラトリグラトリって言ってるけども、これスノーボードの、ね、基本です。グラウンドトリックの基本というよりはスノーボードの基本になりますので、それ以外のところでもね、グラトリ以外のところでも応用を聞きますので、ぜひね、やってもらいたいなと思います。次は何をやるのかというと、こういった動きをやります。ドルフィンっていう動きになります。いきなり難易度上がってきますよ。はい、見ててくださいね。はい、前足後ろ足、前足後ろ足で軸を移しながらジャンプを入れてきます。前足後ろ足、前足後ろ足、前足後ろ足、はい、これスイッチもできるようになっておきましょう。前足後ろ足、前足後ろ足、はい、このドルフィンの動きは飛ぶ、ね、動きと、さらに軸の移動、板の反発を使うといった、いろいろな、ね、動きを複合して、ね、やっているものになりますので、この動きを、ね、何気なくできるようになるだけで、軸の移動とか板の反発を使うというのが、ね、すごく上手くなっていきます。ぜひやってみてください。はい、次はウォークというのを見せます。ウォークというのは何かというと歩くです。斜面をパタパタしてこの歩くやつ、これね、ぜひ練習してみてください。そうすることによって腰のひねりを使いながら、軸を移動して、さらに板の反発を使って、いくっていう、ね、練習になっていきます。これね、後ろ側もあります。後ろ側も見てくださいね。はい、後ろ側もちょっと難しいです。後ろ側もこういうふうにいけます。はい、このように後ろ側に進む動きもね、ぜひ取り入れてね、やってもらいたいなと思います。そうすることによってよりシビアな、ね、動き練習できます。ただしこれ後ろ側に行くと、はい、怖いですよね。逆エッジ、ね、怖いんで、お尻のプロテクター、そしてヘルメットね、などですね、体を守るようにしてね、練習してもらった方がね、良いかなと思います。はい、こういった動きを練習することによってグラウンドトリックにね、役立てることできますので、何気ない動きでもそういったグラウンドトリックのヒント隠されていますから、ぜひ練習してもらいたいなと思います。はい、今回ね、いっぱい紹介させていただきましたので、なんかね、グラウンドトリックの技やりたいなと思って行き詰まった時、何気にね、できる、こういった動きがね、できるかどうかね、一回チェックしてみてください。そもそもこうした動きができなかったら、あ、なんか技やる前にまずここ練習しなきゃいけないなってことに気づけると思いますので、まあ、板さばきが上手くなるように、練習してもらいたいなと思います。板さばきが上手くなれば、いろいろな技をですね、応用を聞かせてやることができるようになってきますので、ぜひスノーボードそのものがね、グラウンドトリックだけじゃなくてスノーボードそのものが上手くなるようにね、ぜひ練習してもらいたいなと思います。はい、今回は以上となります。長い時間お付き合いいただき本当にありがとうございました。次回またお会いしましょう。レイトプロジェクトの滝沢健一でした。